皆様こんにちは、キューブの D です。ということで今回もウィニングイレブンアプリ2020の方をやっていきたいと思います。で今回は選手の紹介といった形でやっていこうと思います。で早速なんですが、今回紹介する選手はこちらですね。フランス代表の、まあ、NS から出てきましたコラント・アントリスト選手の方を紹介していきたいなと思います。でこの選手なんですけれども、あのガチャからだったらムバッペやバランのその次ぐらいに当たりだと思います。もともとムバッペやバランを持ってる方の中だったら、この選手を初めから狙って引く人もいると思います。僕はそっち派の人間です。この選手本来金の選手なんですけど、今回ね上がり幅がすごくてですね、この後お見せするんですけど、この選手当たった方はぜひ使ってみていただきたいと思います。動画の後半で、プレイ動画置いてあるんですけど、なかなかね理不尽なことをやってるシーンがあるので、ぜひそちらも見ていっていただけると嬉しいです。早速ステータスの方見ていきたいと思います。登録ポジションはね CMF なんですけど、身長 181cm 利き足右で、年齢25歳、まあ若手な選手ですね。で、はい、適正化は結構広くてですね、つければサイドバックもできるっていうかいった感じです。で、オフ戦90、ボールコントロール91、ドリブル89、ボールキープ88。で、ここですね、グラウンダーが確かね、プラス8とかだったかな、7かな。で、今回 FPL レベル最大で95に乗ってくるので、まあ、中盤の選手としてはね、結構攻撃的な選手なように見えるんですけど、この後ですね、まあ、この後説明しますので、一旦飛ばしますね。で、フライパスも90、決定力85、ヘディング90。で、なかなかね、攻撃力の高い CMF の選手となっております。で、足も速いんですよね。スピード87、瞬発86なので、結構ね、足の速い選手となっております。で、キック力96、ジャンプ94。で、さっき見ていただいたんですけど、ヘディング数値がね、なかなか高いので、90と。で、ここにこのジャンプ力が入ってくるので、セットプレーでもかなりの得点力を見せてくれると思います。はい。で、フィジカルコンタクトもボディコントロールもね、結構高い数字でね、いいですね。競り合えるので。スタミナ95。中盤の選手としてはかなり嬉しい数字です。で、ここですね。さっき攻撃的な選手に見えるっていう風にお話ししたんですけど、こう、ディフェンスセンス、ボールダッシュ、アグレッシブですね。まあ、中盤の選手としてはかなり高い数値だと思います。で、結構攻撃と守備のバランスがいい選手、まあ、センターミッドフィールドは特に多いんですけど、そういった人たちってね、大体足が遅いとか、空中戦に弱いとか、そういうなんかね、マイナスな点を持ってるんですけど、この選手はね、そういったところがあまり目立たないので、そういった意味でもかなりおすすめな選手となっております。そうですね、まあ、強いて言うなら弱点は後半ぐらいですね。後半5ですね。バイエルンのね、ライブアプリが今ないんで、ちょっとね、まあ、後半5で使うのはまあネックだと思うんですけど、まあ、強いのでね、当たった方はぜひ使ってみてはいかがでしょうか。で次、スキルなんですけど、時空裏、ライジング、ワンタッチ、バックスピロブ、マリーシア、インターセプト。先生、まあ、ガチスカで使いたいよっていう方は、まあ、つけるなら、まあ、ワンタッチパス、スルーパスぐらいかな。ただ、考案後でライブアプリなしでスキル追加使うのは、ちょっともったいない気もするので、そのあたりは考えてみてはいいと思います。で、プレスタイルは、まあ、ボックスとボックスなので、かなりね、まあ、いろんな監督で使えると思うので、ぜひ考えてみてください。はい、ということで、まあ選手の紹介自体はこんな感じにしておいて、後半この後は、まあ試合をね、少し見ていただこうと思います。はい、まあ、ね、結構ね、そんなことできるんかっていうシーンがあるので、そちらの方を見て、ね、使うかどうか考えてみてはいかがでしょうか。それでは、どうぞ。はい、ということでですね、ここからは、まあ少しね、使った試合の方の動画を見ていただこうと思います。それでですね、今回は、サントスの左側の CMF で、起用しております。まあ攻撃体力も持ってて、守備力もね、結構高めなのでね、こういった、まあ、サントスの中盤であったりのね、カウンター監督に結構向いてるのかなというふうに感じております。さっきもね、紹介のね、終わりの方で言ったんですけど、まあ、結構理不尽なシーンがね、多分この後だと思うんですけど、まあ、フォワードでね、できる選手は多いと思うんですけど、中盤の選手でそれできるんだっていう意味で、ちょっと驚いたので、そちらの方をね、まあ、見ていただこうと思います。これですね。これ。キック力がね、結構高めなのでね、まあ、あのぐらいのゲージでもね、こうライジング出るんで、当たった方はね、ぜひミドルを狙っていってもいいと思います。で、この試合はね、
どうにかしてまたもう1点ぐらいやってやろうと思ってね、他の選手であまりシュートを打たないようにしてるんですけど、この選手で得点を狙うのももちろんありなんですけど、まあ、基本的にはね、やっぱりね、後ろからの奇襲攻撃みたいな感じなので、この選手を前まで持っていって打ち込んでいくっていうのはあんまりあれですね、だから機会があったら狙っていけばいいかなぐらいの感じでいいと思います。はい、でちょっと抜かれても相手にですね、守備の時なんですけど、相手にちょっと抜かれてもね、やっぱ走力が90弱あるので、後ろからでも十分追いつけるしね、フィジカルの強さもなかなかあるので、結構ねいい選手です。まあ、通常のね金の時もね、金スカとかでよく使ってはいるんですけど、やっぱり FP になってね、だいぶ使用感が上がりました。すごい使いやすいですね。でこの場面はなんで外したのか分かんないんですけど、まあここ真ん中でね、まあビダルとかアランとかと入れ替えてもよかったんですけど、やっぱりスタミナの上限がね結構多いので、1試合全然走れちゃいますね。うん、結構おすすめな選手だと思います。僕この他に、この選手の他にムバッペとグリーズマンが出て、結構神引きだと思うんですけど、まあ、なんでそっちでやらなかったのかっていうと、ムバッペもグリーズマンも多分ね、僕がやらなくてもね、もっといろんな人がやってくれるので、まあ今更だと思うんですよね。まあムバッペとね、グリーズマンが強いので、まあみんな知ってるじゃないですか。だからあえて、こっちの選手をね、使ってみてはいかがでしょうかという形でやってるんですけれども、うん、まあ、残念なのは、まあやっぱり、パスのスキルがないってところぐらいですかね。あとはコーンはこの辺りを気にしない方であれば全然使えると思います。はい、これ PK あるあるですね。右に蹴ると止められがちっていうやつ。で逆もまたしっかりですね。右に飛べば止められやすいみたいな。やっぱでも今週はラッシュフォードもオーバメも B なので、ラインブレーカーはそこの2人がおすすめですね。まあ、ルメニケとか持ってる人はまあ関係ないんであれなんですけど、ちなみに僕のラッシュフォードにはスーパーサブつけてありますので、まあ、ワンタッチシュートとかの方がね正直おすすめなんですけど、まあ、ついちゃったんでね使いたいじゃないですか、やっぱりこのまま。スキル追加にねもっと余裕があれば、まあ、ワンパン狙ってね使ったりもするんですけどね、まあ、よくても週2枚なんでちょっとね、週4枚かな、週に、まあ、何枚か、まあ、2枚か4枚ぐらいなんで、ちょっとまあ適当には使えないって感じですね。2019の時とかなんか10枚単位とかで配ったような気がするんですけど、まあ、このあとお相手さんが確かねギブアップするので、まあ今回の動画はこの辺りで終わりになっちゃうんですけど、うん、まあ今回のこの選手はガチスカ級には一歩及ばないかな。まあワンパつければガチスカに入れてもいいと思います。はい、で他の動画もねいろいろありますので、そちらの方も見ていっていただいて、もし役参考になったのとか考えていただけたら、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。